私は最終的に一つのものを得た。私が去ることができるかどうか聞いたところ、彼らは私を目覚めさせた。私は水面に戻り、泳いで家に帰ったが、結果は出なかった。あなたは決して祖先を怒らせることはない。今私は肩の後ろにこの口を持っている。夕べ、空に浮かぶ夢を見た。その後まっすぐ立って星の海に落ち、まるで下に見えないベッドがあるように着陸した。それは暗闇があるまで私を運んだ。目が覚めるとこれは死後のビジョンであると思えた。私は何が来るのかを見ていた。私の祖先が。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場。それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている。私は池に浮かぶのが